農地図。農政全書、第一巻より、農業全書は、元禄十年刊行された農書。出版されたものとしては、日本最古の農書である。全十一巻あり、一巻から十巻は、元福岡藩市の宮崎安定課十一巻は、貝原駅県の兄貝原楽県庁で付録である。序文は、貝原駅県刊行には、貝原一族が深く関わっていた。 民の農政前書に多く知識を得ながらも日本の事情に合うように執筆されている。植物の栄入りで五穀な花木など当時栽培されていた植物がほぼすべて網羅されている。ただし、筑前藩をはじめとして西日本を巡回し、それをもととした執筆のため栽培撤去などは西日本に適合している。また、農業政策の一環として、 農民に薬種の栽培を奨励するなど、国益思想を具体的に論述している、先見性も評価されている。最も体系的な農書という評価を得ており、日本の農業に与えた影響は計り知れない。明治に至るまで何度も観光され、多くの読者を得ただけでなく、本書に影響、刺激を受けて執筆された農書が数多く存在する。現在でも、 岩波文庫から出版されている。農事総論九十条五国の類十九種、才能類十六種、才能類二十三種、山の才能類十八種、三草の類十一種、四木の類十四種、下木の、類97種、諸木の類十五種、小類、養蜂十三種、薬種類9 2二種、古国との、徳川光は、 これ人の世についたちもこれなかるべからざるの書なりと絶賛し、八代将軍、徳川吉宗もざうの書に加えたほどであった。ありがとうございます。